してくれるんだよ。ごめんなさい、そんなつもりはなくて。そんなつもりはなくてじゃないよ。リカちゃん大丈夫？ほんとすごい熱だよ。長い間寒いところで待ってたからかな。ごめんねリカちゃん。ハルトくんのせいじゃないわ。今家まで連れてくから。ありがとう。どうしたんだよリカ。リカちゃんすごい熱が出ちゃったみたいで。え、なんでハルトくんが一緒にいるの？何かしたのか？いや違うのパパ、私が寒い中外にいただけで。いや俺が寒い中待たせてしまったせいです。なんだって？ハルトくん。違うの、ハルトくんは悪くないから。それよりも早く寝かせてあげてください。ああ、わかった。ありがとう、ハルトくん。じゃあこっちおいで。かける、なんでリカちゃんにあんな嘘言ったんだ。俺一言も表参道になんて言ってないぞ。しかもお前にリカちゃんとのデートなんて一言も言ってないし。あーなんだよ、何があったんだよ、言ってみろよ。実はレンがお前とリカちゃんとのデートを邪魔してほしいって言われて頼まれたんだよ。なんだって？だからリカちゃんに待ち合わせ場所が変わったって嘘ついたんだよ。お前なんてことするんだよ。ごめん。とね、そのせいでリカちゃん風邪ひいたんだぞ。え、本当？そうだよ、今すごい熱だよ。そっか、悪いことしちゃったな、リカちゃんに。あいつれんめ。なんですか、ヨウって。お前さ、自分が何やったか分かってんのか？え？知ってるんだよ。俺とリカちゃんとデート邪魔しただろ。ああ、かけるくん言っちゃったの？言っちゃったのじゃないよ。そのせいで、リカちゃん、寒い中外で待って、すごい熱出しちゃったんだぞ。どうしてくれるんだよ。ごめんなさい。そんなつもりはなくて。そんなつもりはなくてじゃないよ。今からリカちゃんに謝ってこいよ。わかりました。とねえ。レン、お前。本当にすいませんでした。リカちゃんの具合どうですか？今まだ寝てるよ、まだすごい熱だから。そんな、元気になったら謝らせてください。リカが会うっていうかわかんないよ。それでも謝りたいんです。まあまた明日来てくれ。あー遅いなー。レン君、リカちゃん、よくなった？昨日はすごい熱だったんだけど、今日やっと下がったわ。リカちゃん、ごめんね。レン君がそんなことするとは思わなかった。でも、レン君がそこまでしたのは私が原因だって思うようにしたの。リカちゃん、私が冷たい態度をとってたからレン君をそうさせちゃったんだなと思って。リカちゃんって優しいんだね。でもレン君とこれから付き合うかどうかはまだわかんない。なんで？でクリスマスは？クリスマスは一緒に過ごしましょう。本当？本当？うん。やったー！やったよー！じゃあ
俺本当に楽しみにしてるから。本当に昨日はごめんね。じゃあまたね。これでいいのかな。動画は面白かったかな。面白かったらグッドボタンを押してね。なぞなぞいくよ。当たっても痛くなくてみんなが嬉しがるものってなんだ、わかるかな。動画を最後まで見てくれてありがとう。